ハーバート・ j クラップ1973年は20世紀初頭に活躍した劇場建築家、設計者。クラップはハーツ・タラントの事務所で見習いとして勤務し、ライシー・アーム劇場、シューベルト劇場、ブース劇場、ニュー・アムステルダム劇場、ロングエーカー劇場等の設計に関わった。1915年、クラップは事務所を離れる。 1912年から1916年までの間にシューベルト兄弟と直接提携して活動を始め最終的に兄弟にとって最も重要な建築家となった。クラップはチャニン兄弟の依頼に基づく劇場設計も行っている。クラップは建物の空間が持つ可能性を最大限に引き出し活用する能力で広く知られている。マジェスティック劇場では スタジアム式の客席配置をオーケストラ席に採用することによってより良い視界とラウンジとロビーの空間を広く確保することを可能にした。アンバサダー劇場を設計した際は狭い空間に収まるように会場を建物の対角線上に配置している。クラップはウィンターガーデン劇場やヘレン・ヘイズ劇場の全面改装にも1920年代に 責任者として携わった。また、ホテルエジソンやリンカーンホテルの他数多くの建物のデザインを手掛けている。1929年、株式市場の暴落によって劇場建設ブームは終わりを迎えたが、クラップは1963年までシューベルト兄弟と活動を続け、既存の会場の維持や、 回収の監督に当たっていた。また、クラップは発明の心得もあり、自身が開発したツールのうちには、特許を受け、アメリカ空軍によって採用されていたものも存在する。1973年、クラップはフロリダで死去した。ありがとうございます。